企画マーケティング部門で活用される AI。本日の講義を担当させていただきます、調和技研の中村と申します。調和技研というのは北海道大学初のベンチャー企業で、主に AI の研究開発をして12年になる会社でございます。それでは講義の方に移りたいと思います。まずイントロダクションです。この講座で取り扱う内容。今回の講座において取り扱う内容について簡単にご説明いたします。 まず最初はイントロダクション続いてトッ印刷様の商品への自動タグ付けサービスについてお話しします続きまして技術的なポイントについてお話ししますこの技術的なポイントについてはアノテーション画像における特徴抽出とタグ推定続いてテキストにおける特徴抽出とタグ推定についてお話しいたします続いて商品への自動タグ付けサービスができるまでの過程についてお話しいたします そしてその他の事例の紹介として2つレコリス t i l a i l この2つをご紹介しますそして最後にまとめとさせていただきます本講座のサマリー本講座ではバックオフィス部門で利用される AI について学んでいただきますバックオフィスで使用されるということであればまずオペレーションの効率化や業務プロセスの最適化が思い浮かぶことでしょう 一方企画マーケティング部門で働く方は AI を用いたサービスや新製品の開発といった付加価値の部分に注目される方もたくさんいらっしゃると思います。いずれにしても蓄積された膨大なデータこれは画像や数値や言語ですけれどもこれに対するアノテーションによって AI が導き出す法則性や手順に大きな差が生じます。 すなわち、AI を利用する際は、データの量と質、そして形式に対する理解ができているかが重要となります。さて、本講座では、こうしたアノテーションの重要性について、実際に生み出された新サービスの事例を見ながら、学んでいただきたいと思います。AI 導入により、企画・マーケティングの仕事はどう変わるでしょうか。AI は莫大な量のデータを正確に休まず分析し続けるため、これまで想像できなかったような気づき、 すなわち情報を得ることができますこうした情報をもとに企画マーケティブ部門で働く皆様は過去の経験や勘だけではなくデータに基づいたアプローチすなわちデータドリブンへと移行していくこ,とだと思いますこのデータドリブンとは簡単に言うと収集したデータを分析し企画の立案や新サービスの開発に役立てる方法のことです。 皆さんが関わる企画マーケティング部門では価値観の多様化する市場のニーズにきめ細やく対応していくことが必要となるでしょうここで重要なのは皆さんの持っている膨大な宝の山と言えるデータにどのように適切な意味を与えるかということですもしあノテーションが適切ではないとその後に導き出される様々な結果例えば顧客の行動、思考、トレンドなどは的確に得ることができなくなってしまいます 突破印刷様の新サービスの概要です。このようにデータ活用が進むに従い、アノテーションの重要性がより強く認識されるようになりました。アノテーションとは、言語や画像、あるいは音声など様々な種類のデータにタグを付けていく作業です。これから皆さんが学ばれる AI の機械学習においては、タグが付けられているデータの存在が不可欠です。すでにデジタルマーケティングにおいて、レコメンド、顧客分析、 商品分析需要予測など幅広い用途で活用されていますただ一方でまだ十分に進んだとは言えない面もありますその理由として本当に有効なタグが見極められないあるいは単一のデータだけに依存したタグであるなどいろいろな課題が挙げられますドッ印刷様ではそうした課題を解決しより進んだデジタルマーケティングの実現に向け 一種類のデータ形式ではなく、画像や言語にまたがる複数データから幅広く、より高精度のタグを人に代わり、AI が自動的に出力可能とする、そういった商品へのタグ付けサービスを開発しています。では、ドッパン印刷様の商品への自動タグ付けサービスについてお話を聞いてみたいと思います。